歯医者さんのつぶやき。こんにちは、小池病院歯科の小池です。さて今週末、順当に行けばね、バラ祭りね、例年大体この時期皆さんね、バラをめでる時期っていうのを福山の人たちはみんなね、思ってる時期じゃないかと思いますけれど、まあバラ公園ね、バラ公園にあるねバラのその種類の数とか、やっぱそういうのはやっぱりねバラ公園っていうだけあって、数そういったものはやっぱりね、見るに値するものだと思うんで、ぜひねこういう時期にねバラをね見に行ってほしいなとは思います。僕はあの小学校の時は、まだ歩行者天国っていう形で道路を区切って、あのこう歩行者だけ歩く区間作りますよね。そこがまだあの緑町公園のができてなくって、あの本当にバラ公園三角のところのあの周りが全部、歩行者天国っていう状態でね道路を区切ってたんですが、まあ渋滞ひどかったですよね。まあそれでもバラ公園の周りを全部あのぐるっと歩行者天国で区切ってやってたんですが、そこの歩行者天国の、 あの一部に入るようなところに、まあ、僕住んでたんですけれど、なので小学校からも帰り道、ね祭りの中を突っ切って帰るぐらいな感じの、そんな感じですよね。で、まあ、当然のことながらバラ祭りやってら全部音が聞こえてきますんで、ちゃんと元気に毎年毎年バラ祭り、出て行って、まあ、人見知りしない子だったんでね、その辺であのこうお店をやってるおじさんたちとこうお話をして、お店をちょっと手伝ったりとかして、それで、おじさんにそこのあのいろいろね祭り用のあのこう商品ありますよね、ああいうのもらって帰ってたりとか、あと昔カラーひよこなんてのもあったんですけどね、傘を裏返しにして傘の中にいっぱいピョ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 っていう状態でいっぱい持って帰って、持って帰ったのを見たお袋がそれ見て唖然としてましたけどね、その裏返した中中にこう穴開きそうな勢いであのひよこがいっぱいっていう状態を、兄弟で持ち帰って帰って、まあ案の定あの一つまた一つと、だんだんダメになってきましたけれど、まあでも、祭りの時にねもう本当に出て行って、まあ、いろいろね、楽しませてもらってたのがこのバラ祭りと、まあ、これ歯医者さんになってからはね今度は、歯科医師会の方とかそういったものもバラ祭りに協賛するような形になっていて、いろいろねその年によって、まあ、やってることは違うんですが、いろんなね測定をしたりしたりとか講習だったりとかね、口の中のきれいで測ってみたりとか、その年によってやってることは違うんですが、ちょっとお口に関連した何かをそういったことをやって、また、歯ブラシをね配ったりとか、そういったこともしてるんで、まあよかったらねそのこう歯科医師会のやってるブースの方なんかも覗いてもらうとあれかなとは思います。まあ他にもこのバラ祭りの時に合わせて、歯科医師会の方とかね8020運動っていうね80歳で20本の歯を残そうっていう運動があるんですが、この80歳で20本以上の歯の残ってる人たちのその福山のこう人たち表彰でできる人がどんな人がいるかなっていうのをこの時期に大体あの各歯医者さんに呼びかけて、でその中で、高年齢で、しっかりと歯が残ってる人っていうのがまあ表彰されるわけですが、まあ、皆さんもねぜひしっかりとお口の中の手入れを頑張って、80歳になっても20本と言わず、もともとある28本の歯が全て残ってるぐらいの勢いで、そして90になってもまだ自分の歯で全部噛めるんだぞぐらいな形でね、こういうバラ祭りの時なんかで表彰されて、おじいちゃんすごい、おばあちゃんすごいみたいな感じに孫ひ孫に言われると、そういう形を目指していってくれたら、いいなって僕の方でも思います。というわけで、まあ、バラ祭り、まあ、順当に行けば開かれる形になって、まあ、例年に比べるとちょっとあのパレードとかそういったものはやっぱり自粛という形にはなってくるとは思いますが、せっかくのねバラ綺麗な花を見て、心を和ませ、いい週末を送れたらと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。